はい、フィッシングスーパースターです。あなたは誰ですか？え、あなたは誰ですか？あ、その質問いつもあったね、そういえば。はい、玉越和夫くんです。和夫くん、はい、はい、よろしくよろしくお願いします。今日は何釣るんですか？もちろんバスですよ。おー、もちろんバス。はい、でっかいの釣りますか？釣りたいですけど。あー、無難な答え。無難な答えです。あ、やばいやばい、あ、やばい、あ、やばい、なんかおかしい、なんかおかしい。せっかくいいとこだったのに。そういうんで釣られちゃうと悔しい思いをするから、俺も変えよう。何を変えたんですか？ルア。なんでですか？え、針。そういうんで釣られちゃうと、あ、使えばよかったって後悔するから。ああ、あれですか、ジドラですか？同じようなものをやる。ジドラあるんだ、ヨウダ。一応ね、去年ちょっとやったやつ、軽いからな。ジドラですか？うん。どうした？どうした？手つった。お、何それ、何それ。あ、ジドラ。あ、トリプルフックになってる。でよ。いや、当然そうでしょ。さすがっす。どのぐらい動いてるか。ちょっとあれだね。ボディがちょっと軽いんですよね、それも。え？ボディが軽いからこう振らないんですよね。こう振らない？こう振れないんですよね。ボディが軽いから。ああ、はいはいはい。これゆっくり引くでしょ。うん。ボディが重いからこう大きく振るんですよね。うん。ボディが軽いんですよね。うん、なるほど。セミか。だね。ん？多分今らへんとこでなんですよ。これぐらいのとこでなんですよ。クロールでさ、泳いでる感じだもんね。クレイジークローラーって名前つけた人は天才ですよね。うん、うん、全てはそこからですもんね。クレイジークローラーが起源で、デカダンストーイがこの羽物の凄さを世に知らしめた感じですよね。デカダンストーイね。あの、何種類かあるもんね。うん、今いっぱいありますね、種類ね。で、シンキングはもうやめるんですか、バフラックス。うん、シンキングが釣れるのにね。だって外国だって注文くんのは、うん、フローティングだけだもん。アホですね、みんなね。え、みんなアホですね。そんなこと言ったってさ。まあ、みんなこの巻き続けるだけの釣りとかできないんですよね、きっとね。うん、サギがいるってことはベイトがいますね。なんでそんなに飛ぶの？え？最近の釣りはこうなんですよ。よっしゃ、よっしゃ。
よっしゃ、でかい。パープラックス。え、プロペス。すげえな。よしよしよし、いいサイズよ。よし。よしよしよし。よしよしよし、これはいいよ。ああ、すんげえ。狙い通り、狙い通り。うわー、上がってくれ。ドラグで行くわ、この半カのドラグやのに。うわー、やばいやばい。針変えてるから大丈夫。まあ、バブラッツはもともとね、こういうの針がついてるんですけども。濃いからね。よし、上がってきました。飛ぶなよ。飛びそうやな。でかいな。よし、行くよ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 。あー。よいしょ。行きます。あー、やばいやばい。うわー、ごめんごめん。うわー、危なー。うわー。うわー。うまい。待って待って待って、まだ針1本やからね、いきますよ、まだまだ、いくよ、よっしゃー、でかい、でかい、超でかい、よし、6万円、よし、よし、ほら、これが僕の釣りですよ、それはすごいわ、ほら、ほら、やったバトラックスプロペス、釣れ入れたでしょ、このルアー、やば、でっか、あー、でっか、危な、針1本やった、やば、あよっしゃ、あ、これをついて下まで来ましたよしこのワンバイトでいいんですよ、パンパン、うわ、やばいね、ねえ、これはやばいや、ドッグバルはないかな、あ、ちょっと測ろう、あるなしやな、アフターですね、うん、やったひらめいたんですよね、パープラックス、この玉子さん、でっかい網持ってきてもらってよかった、一回玉越さんが網空振りした日にはもう、そう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 よやばくないですか、やばいですよ、よし、ここ60だな、60やねうん、ちょっと待って、ここあ60だな、60やね60よし、60ちょうどよし、久々の60足の子60やったりましたわ、ギリ60、ちょうど60ですね、うん、うん、ちょうど60だやったりましたわ、バブラックスプロペス、いや、くぅ、この巻き続ける難しさはあるんですけど、釣れるルアーなんですよ、よっしゃやった、まさかだけ、ドンって来たって言った時におーっと思ったもんなおーっと思ってくれました、うん、ちょっと待って、水かけてよし、ちょうど60ですね、黒い山まで行ったし、この白い岩まで行けなかったけど、この辺だよね、食ったのはこのシャローに入れ込んで、うん、でっかい魚ばっか釣るんですよ、この図は、うん、本当、本当でしょ、うん、シーワスもでっかいのばっか釣るんですよ、なんかあ、ライチ飲んでるみたいですね、この子、アフターですね、アフターのメスやな、でっかやったー、足の子60、よし、それロッド60 67、はい、うん、このロッド欲しくなったな、でしょ、いや、めっちゃ使いやすいですよ、やったわ、でかいわ、あの60の顔してますね、うん、これアフターじゃなかったらすごいでもね、あ、ほんまやね、プリやったらやばいですね、測るのあるよ、ある、うん、いや、ほんと一回
ネットを空振りした時はもうあ、魚が切ったかと一瞬思いました。綺麗に完全に空振りだったからよかったです。そうあ、でっかいな。でかいわ、こうやって見ると。でかいな。こうやって見るとでかいわ。国母さんに言ってあげた方がいいですよ。国母さんに見せたら、国母さん。これは化け物に映って持てますね。やったよ。こっちの針外れてるもん。危な。これ、YF33 に変えてきてるんですよ。ああ、そう。うん、最近これね、フレッシュウォーターでは特にお気に入りなんですよね。え、じゃあ一番細くなってるってこと？ちょっとあのロングシャンクの、あ、はあはあ、うん、細軸っていうんかな、ね、これあの渋い時にかかりすごい強くって、うん、で針も強いからめっちゃいいんですよね。やったりました、モンスター。でかいね。いや、もう逃げてもらおうかな。名残惜しいけど、うわ、ちょっと測ってみる。何を？あ、重さ、はい、なんでよ。いや、今年本当にね、いい日に当たってるわけじゃないんだけど、いいの釣れてるんですよ。よし、よし。あ、それで測れるんですか。いけます？ダメだ。ダメ？ダメ？液晶が見えなくて、こうでしょ？あ、さ、変更してるからじゃないですか。あ、そっか。はい。見えますか？ダメ、切れちゃった。ダメです。ダメです。もう笑かさないで。スイッチ入っても切れちゃうんだよ。電池がないってことだね。そうですね、多分。失礼を覚えいたしました。測ってあげたかったな、ね。よし、逃がします。弱らせたくないんで逃がします。ありがとう。うわー、かっこいい。久々60。いけるか。いや、かっこいい。いやもう名残惜しいわ。やばいな、これ60の水中なんて初めて僕は取りました。いやー、行ってもらおうかな。ありがとうね。うわ、行った行っちゃった。あ、ありがとう。うわぁ、ありがとう。うわ、びっちょびちょやけど、構わへんわ。とりあえず、ありがとうございました。いやー、よくやった。すごい。いやー、浜田さん、あの約束通り60飛びました、はい、すごい、すごいっす。いや、でもね、うん、何が褒めてもらいたいかって、うん、自分のプロデュースした竿、自分のプロデュースした具は、うん、針もデコイね、うん、スカップもデコイ、リールはシマノ、ラインはバリバス、リーダーもバリバスというね、うん、そのメーカー使って釣るのは僕の中で当たり前なんですけども、大物を釣るために、ビッグフィッシュを釣るために作ったるわ。これは、バブラックスクロップ S のブルーギルカラーで、針だけまあ、杭が渋い時用にロングシャンクの細軸の YF33 という針にね、変えて、これは2に変えてます。で、ここにちょんとかかっとるだけでしょ。あれ、こうやってゆっくりついてきて、ちょっとついばんでるだけなんですよ、このプロックの部分を。それをちゃんと取れた。で、フッキングした時に遠くでジャンプしたの見えました。投げてる距離は多分50ぐらい投げてたと思うんですよ。50メーターぐらいか投げて、10メーターぐらい引いてきたところで食ってきてるんで、40メーターぐらいのところで食ってきて、フッキングした時にこのロッド、グラスのトップなんで食い込みもいいロッドなんですけども、パワーがいいから一気にボーンって水面まで上げてきて、一瞬水面出したんですよ。で、その瞬間にもうでかいの確信したんで。そうだね、はい、もうギャバッと行った時にでかいって分かった。で、手前に来てもずっと強いし、で、ドラグにこれ結構カチカチに締めてるんですけど、ほら、ちょっと玉越さん、これ片手で引っ張ってみてください。どうですか？あこれでしっかり出たよね。え、少し出たね。結構出まくった、ね、だから、ね、いつもやったらクラッチ切ってファイトを対応するんですけども、うん、もう水深が分かんない状態で、うん、クラッチ切るのはもう何かに引っ掛けてバレしてまう原因になるんで、うん、ドラグこのカチカチやけど出ていくから、うん、もうドラグだけで勝負しました。
まあそれができるっていうのが、これ2号、キャスティング PE の2号と、うん、これナイロンの20ポンド、まあもう1本の方の竿は30ポンドなんですけども、こっちはちょっとちっちゃいポッパーとかやるつもりでね、小物用のタックとしてナイロンの20ポンド、うん、で、EX スナップはシャープ1、まあリングは4プラスというね道具立て、僕の中ではライトタックル、こういうリザーバーをやるにはねちょっと太すぎると思うかもしれないけども、ああいうのをかけた時にバラしたくないからこのタックルでやってます。やりました、やりましたね、やりました、はい、山本さんありがとうございます。はい、パラッパー、ちょっとだけ針伸びてる、この強い針がすごいパワーやね。まあドライバー強すぎるのもあるんやろうけど。うん、いやー、うん、もうあとは玉越さんの番です。いや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 。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。